一般社団法人日本工業クラブは当時の有力実業家により工業家が力を合わせて我が国の工業を発展させることを目的として1917年に創立された法人。初代会長は三菱合司会社頭取の豊川良平で、初代理事長は三井公明会社理事長の団卓馬。重要経済問題、労働問題などに関して、 調査活動及び政府への権威を行い、経済団体としての機能を果たしてきた。第二次世界大戦後は、戦後経済の復興発展の礎のような役割を担い、経済団体連合会、日本経営者団体連盟をはじめとした、経済団体の設立と育成に協力し、それらの団体と重複する事業は行わないこととなった。元経済産業省所管の社団法人で、 現在は、財界人の交流の場として、公益法人としての役割を果たしている。二代目理事長、木村楠谷田日本工業クラブ会館日本工業クラブ創立後直ちに、建設が計画され、1920年11月、地上を5階、鉄筋コンクリート造り、一部鉄骨造りの会館が、丸の内の旧転送屋敷跡に完成した。設計は、横川民助、 ファサードは、松井喜太郎、インテリアは、立花教授と足爪さが担当した。日本における数少ない本格的なセセッション様式であり、全体に、雅にして、県を胸とし、国賓を迎えることを考慮して、正面玄関には、道理屋敷オーダーのエントランスポーチが配され、正面階段も広く取られた。正面屋上には、 小倉一郎作の二つの人造が置かれ、戦前の日本経済の中心であった石炭と宝石を表現している。日本工業クラブの事務局が置かれ、戦後は、かなりの間、経団連、日経連、経済同友会も事務局を置いていた。1999年8月23日、登録有形文化財として登録されたが、老朽化のため、2003年3月に、 海館の南側部分を保存、再現した上で建て替え、三菱新宅銀行本店ビルとして竣工した。館内、ありがとうございます。